どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。俺たちのデイトナが帰ってきたぞということで、今日はですね、デイトナ使って遊んでいこうと思います。封印指2つ、2ウェイ10個10強プラスというね、なんと2ウェイ2個分火力が上がりました。で、まあ、1.7 倍の10乗かける、かつ火力25倍ということで、リーダー、覚醒倍率が5000倍ぐらいになりまして、しかも 2way 組むために火力が上がっていくと。で、まあ、スキルもね、エンハンス、火を光、水を回復に変えてくれて、リーダースキル、光4個消しダメージ 78% 軽減、攻撃25倍、4コン無加算、固定250守ってくれてます。78% 軽減ってこれ、実質 HP 4.6 倍ですからね。とんでもない経験値に、かつ火力25倍、4コンボ加算、固定250万。どう考えても強いだろうってことでね。まあ、今日はデイトナ使って遊んでいこうと思います。はい。早速ね、もうこの強化されたデイトナのね、最新テンプレ紹介していきましょう。編成こんな感じです。はい。リーダーデイトナ、リダチェン体制にこちら、スズラン武器継承ですね。バインドスキブ 2A に操作負荷チーム HP つけてます。で、アマテラスドラゴンです。浮遊上限解放に、マーベル武器継承で火力枠で使っていきましょう。そして、ディオンです。遅延2つドラゴンキラー2突に、こちら、距離武器継承ですね。はい。で、こちら、マーベル水マーベルです。スキブ上限解放遅延2つに、光武器継承。からのこちら、イオリです。イオリは、アシスト無効回復潜在に、こちら、聖な武器継承って感じになってます。最後、フレンド、遅延5つや未軽減に、こちら、マグニートを継承って感じになってます。という感じの編成ですね。今日はこちらのデイトナ編成を使って、裏強調で遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは、アマドラ撃ちます。懐かしいね、デイトナ。昔、圧倒的最強リーダーでね。まあ、最近のちょっとあんまり影ね、なかったですけど。まあ、これでまたさらにね、78% 経験はどう考えても強いですからね、本当に。で、ヒカリン撃ちます。からのウォリア撃ってあげて、3ターンヘイスト。で、片方デイトナからのイオリ撃ってあげて、ガレウェイ3セット組みましょう。これだけだよ。これでいいの。ウェイ3セット組んであげて、アマダラの火力で削っていきます。あと、マーベルマーベルか。マーベルマーベルアマダラの火力でしっかりと削っていきましょう。半分まで。はい。で、からの、残りデイトナ変身してあげて、あと2ターンで突破していきます。はい。これで OK なわけよ。イオリもめっちゃ偉いからね。イオリのルーレット制定ですごい優秀で、しかもね、指延長もついてくるんで、そう、これでイオリ利用しながら2パンしていきます。突破です。はい、こんな感じで倒していきましょう。さあ、続きまして、2階層です。2階層は、アマドラ撃ってあげてから、光5消しで1ターン耐久して、マーベル使って倒していきます。やばい、咳が。ここは、デイトナからの、マーベル撃ちます。はい。マーベル撃ってあげて、これで倒していきましょう。いきます。あ、イオリも使おう。はい、これで、リダフレで8コンボ加算あって、固定500万もあるんで、こんな感じでしっかりと 2way 組むだけでワンパンしていきます。あ、そういえば、デイトナインハンスの火力見てみようぜ。はい、3階層です。3階層は、まず、デイトナ使って、左側以外倒します。はい。で、その後マーベル使って2パンって感じですね。デイトナ打ちましょう。ドンドン。デイトナ打ってあげて、ちょっと見てみましょう。4.1 倍、エンハンスループ。やば。41。バグだろ普通に火力は。ほんとね、デイトナインハンスっておかしいよな。実装当時からおかしかったんだよね。 BB が2倍ぐらいに対してさ、こいつ4倍出るんだよ。なんなら編成によっては5倍6倍って出るからね。エンハンス倍率バグってんだよな普通に。で、こっからは6号に戻るんで、さらに火力出しやすくなります。はい、見ててくれ。いくぜ。これでもう 2way 祭りよ。あ、余裕で 2way 3セット組んであげて、しかも回復音消しも含みながら14コンボ15コンボ。さあ、これでしっかり、いや、いい火力めちゃくちゃ強い。てか、デイトナも21億21億ダブルカンストやん。いや、いいねこれ。アマドラもマーベルも火力出るし、しかもデイトナも火力出るしね。で、オーリアブライドも出るしね。すげえなこの遠征、全員火力出るやん。ほんでもね、で、4階層はまず右側以外倒しきります。はい、オッケー。これでまずウェイ組んであげて、右側以外を倒していきます。14コンボです。うん。そしたら、このままデイトナからのウォーリアーブライト打ってあげて、イオリも打ってあげて倒していきましょう。いくぜ。で、このなんでこんなグダグダ突破してるかっていうと、すごいシンプルな理由で、よいしょ。
雨だらを貯めたかったんですよね。なんで3階層4階層もスキル貯めしながら突破したって感じになります。はい、ここも14コンボ組んで上げてワンパンしていきます。70億36億、ウォーリアブライトもバグってんの。本当にデイトナ復活してますこれ。まあ、ただもちろんね、弱点もあるんだよ。デイトナって盤面ロックにもうめっぽう弱いから、盤面ロックに弱いって弱点こそありますけど、これ盤面ロックそこまで来ないダンジョンとか、あとはまあ中難易度レベル15ぐらいのダンジョンだったら一番破壊できるし、でまあ当然みんな大好き今この裏強調もね破壊できちゃうっていう、すごいなこいつマジ強えな。はい、でここもしっかりと雨だら打ってあげて半減スキル貼って殴っていきます。16コンボです。18コンボ。さあこれで HP 全回復しながらしっかりと半分までワンパンしていきます。でからのデイトナ打ってあげて殴っていきましょう。いきます。オッケー、これでしっかりと 2way 組みながらワンパンしていきましょう。2パンしていきましょう。ちゃんと回復も含んであげて回復力減少対策もしていきます。さあこれでしっかりと2パンです。はい、倒していきましょう。さあ続きまして6階層です。6階層は1ターン耐久してからマーブル使って2ターン突破していきます。 OK、 倒していきましょう。7階層です。7階層はデイトナからのイオリ打ってあげて光エル2セット組んでいきます。はい、デイトナからのイオリで光エル2セットです。いきましょう。こういうことよ、こういうことよな。デイトナからの光エル2セット組んであげてアシスト向こう完封していきます。はい、これでしっかりアシスト向こう4ターン回復してから倒していきます。で8階層です。8階層そんなうざいコードないんで大丈夫です。虚無の波動ぐらいですね。ルーレットは消えないんじゃなかったっけ。そうですよね、安心。でここはもうデイトナ打って殴っていきます。はい、オッケー、光の上に2セット含みながら殴っていきます。これで17コンボです。オッケー、いいね、いい火力、確実に2パンできるラインですねこの火力は。はい、じゃあここもデイトナ打ちます。オッケー、デイトナ打ってあげて投げましょう。これで光のウェイを2セット含みながらしっかり倒していきます。で、まあ、どうせねカンストしてくれるんで相手は水癖だから、もうこれでこのまま2パンしていきましょう。突破です。さあ続きまして9階層です。アルスノバは光消すないの場合は雨だら使ってあげてください。おえい、この遠征実は 2.5% で積むんで、いや 2.5% ね。アルスノバ出現かつ光消すないがを食らってかつの場合一応シルフが罪になるのかな。あ、まあでもほぼないんで。そうだよ、ここでアルスノバで光消すないを食らってなお次の回数でシルフが出る確率って40分の1だよ。ほぼないから大丈夫大丈夫。はい、続きまして10階層です。おい、何してんねん、そういうことやねん。デイトナ打ちます。このルートだけ積みってことかな、多分。なんか全然普通に耐久できたんだけど、何これ。余裕で耐久できたわ。はい、まさかアルスノバで光消すない引いても積みではない。え、これだってそうだよね。猫丸さんはこのルートのことを書いてるとは思うんだけど、編成制作者のね。でも普通に耐えれますね。編成が強すぎるからどうにかなるっていう、まさかのパターン。でここも 2way で殴っていきましょう。いいね。でからのデイトナ打ってここで突破していきます。はい、 OK、 もうこれ絶対ここ突破ね。
これここ倒さなきゃやばいんで、ここで倒しきりましょう。いきます。ちゃんと HP 全回復しなきゃダメなんで、全回復していきましょう。オッケー、これで光のウェイ2セットかつ回復音消し2セット組んであげて、このまましっかりと突破していきましょう。光アルスノは引いたとしても、シルフ引いてもなんとかなるっていう、すげえなこの遠征。でもじゃあ余裕やん。はい、でアテナに関しては雨だら残り2まで貯めてから2ターン突破していきます。はい、じゃね、マーベルマーベルの、いやまあいいや、どっちもち耐久しよう。あるし、耐久します。一旦こんな感じで、はい。雨ドラが残り2で、まあ、3ターン耐久してからでいいかな。まあ、マーベルマーベル使ってもいいけど、どっちみちまあいいでしょう、耐久で。うん、あの結局12階層とかでマーベル打ちたいんで、やばい、これやばいか。ちょっと怖いな。回復足れる？毒消した俺、まさか。ただこいつが やばいだけ。はい、危な、セーフ。じゃあここで半分まで持っていきましょう。危ねえ、死にかけたわ。オッケー、これで半分まで持っていきます。光の 2way 組みながら殴っていきましょう。で半分まで削ってあげて、デイトナ打ちます。これで光の上にセット組みながら殴っていきましょう。これで2パンしていきます。突破です。さあ続きまして、ガイノートです。ガイノートに関してはもうマーベル打ってあげて倒すだけです。無効貫属性吸収無効なんで、マーベルが世界一刺さります。これはこれほどマーベル刺さる回数ないからね。よいしょ、これでいいわ。オッケー、光の3ウェイ組みながら15コンボです。これもまあアマドラマーベルの火力入るんでワンパンできるでしょう。ナイス、倒していきます。ワンパンです。さあということで13階層です。ここはアマダラ打ってあげて、デイトナ打ってあげて、でからのマーベル打ってあげて、オーリア打ちます。でまあイオリは次の階層に残せれば天国なんだけど、まあ残さなくてもいける。いやでもこいつ普通にウェイ1個でワンパンできんのかな。でウェイ1個でワンパンって結構怖くない？もうここはひよってちゃんとイオリ打ちます。これミスった、こうだわ。 OK、 これで光3ウェイ組みながら殴っていきます。でウォーリア上限解放もあってドラゴンキラーも乗るんで余裕でワンパンできると思います。ナイス。さあ続きましてボス1です。ボス1は14コンボ組みながら2ウェイ全力で殴っていきます。必ず全力コンボ組んでいきましょう。指はね言うてね結構あるはず、多分 6.5 秒とかあるんじゃないかな。そうですね、よしよし行くぜ。
全力で組むわ。オッケー、これ最高じゃない。光のウェイ2セット含みながら、デイトナのねエンハンスも含みながら、ウォーリアブライトの上限解放も含めながら、これが光属性なめんなよ最強ぶっ壊れ、デイトナチートを突破していきます。復活してるんだよね今この瞬間に。デイトナは光半減で強調、裏強調ボス位置ワンパンだよ。光半減の裏強調ボス位置をワンパンできるのがデイトナなの。マジ強いよねこれ。これワンパンできるのやべえよな。で、ここは普通にルーレットパズルで、光作っていきます。はい、ここはね通常のルーレットパズルなんでね。これで OK。 光の上に2セット含みながらちゃんとね回復音消し組んであげて、トゲも消していきます。でもこんな感じでもうデイトナで殴り続けるだけです。はい、ビビ激減もデイトナって 2way1 個組むだけなんで楽勝ですし、なんなら今回イオリあるんで、イオリでもルーレットさっさと消しちゃいましょう。僕はこのこいつのルーレット嫌いなんでさっと消します。こういうことでしょう。 OK、 これでまた光の 2way2 セット組みながら殴っていきます。さあこれで余裕でまた半分以下まで削りで3パンしていきます。さあもう 2way 組んで3パンしていきましょう。で続きましてボス3です。ここは4パン目安で殴っていきます。4パン目安なんで、まあ、もちろん別に4パン以上かかってもいいですけども、基本は4パン固定です。まず最初はデイトナ打ってあげて普通にウェイで殴ります。はい、普通に行きましょう。こんな感じかな。もうまずは光のウェイだけで普通に削っていきましょう。14コンボです。これで削ってあげて1617、まあ一発大体これで 10% 程度削ります。はい、 10% 削れてるか知らん。でからのデイトナ打ってあげて、ルーレットはね浮気しない方がいいですねこれ。どっちみち次のあの半分にルーレットくるんで、でバーベル打ちます。はい、でからのウォーリア打ちましょう。でもうここで全力で殴ります。はい、イオリも温存、アマドラも温存です。いきましょう、ガチ全力でいくぞ。うん、なんか全力と言ってる割には2A2 セットしか組めなかったけど、まあでも相手闇属性なんでそこで相性はいいんでね、まあまあ火力入るでしょ言うて。ナイス、オッケー。でこれで半分まで持っていきます。で半分時はトゲ避けながら HP 少し残しながら倒していきます。はい、デイトナ打ちましょう。でここはもうデイトナからのイオリよ、こんなもんはすぐに。でからのマーベルミズ、マーベル打ってあげて、いいね強いね、いきます。でここから無理やり発狂ラインまで押し込みます。はい、こういうことだから、発狂ラインまで押し込んだらこの遠征って回復がいらないんですね。なのでもう3ウェイ組んであげて、このまま無理やり発狂ラインまで削り切りましょう。はい、この感じ。そしたら覚醒無効からの攻撃力アップだ、あ、今日の波動かしてくるんですけど、ここでもうデイトナとアマタラ打ちます。はい、であとは残り 10% さっきと同じように削るだけですね。はい、ということで倒していきましょう。今回ですね、完全復活したデイトナを使って裏強調で遊んでみる動画でした。いかがでしょうか。強くね、デイトナ普通に。この一生火力も出せるし、ウェイだけでいいからね、すごい使い勝手も良くて、あの、マジで昔のデイトナ帰ってきてる感じしたわ。裏強調すらこんな簡単に勝てるんだったらね、すごい楽しいキャラになってると思います。ぜひね、デイトナ持ってる人は強化されたデイトナ使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。